演舞開演。どうも、私のズレズレなる日常演舞さんですよね。はい、そのいうわけで本日はこちら、ファミリーマートのミックスサンドボックスを食べたいと思います。卵サンド、照り焼きチキンサンド、ハムサンド、どれも美味しそうですね。で、どれが一番美味しいのかな、食べていきましょう。横から見るとこんな感じですね。ではいただきます。ハムとレタスのサンドはあっさりいただけたのですが、レタスの食感もなかったのでもうちょっと欲しいかなと思ってしまいましたね。ちょっと不足してたかな。卵サンドは卵サラダの風味がしっかり口の中で広がって甘くて美味しかったです。3つ入ってるってことは一番人気があるってことなのかな。そして照り焼きチキンもサンドも、照り焼きチキンの甘辛いタレがうまく口の中に絡んでとっても美味しかったのですが、もうちょっとお肉の食感も感じたかったですね。というわけで今回はハム&レタスがこちら、照り焼きチキンがこちら、卵サンドがこちらの点数とさせていただきます。意外とカロリーも低いんですよね。小さいからかな。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると。パソコンおよびスマートフォンのアプリの方はクリックをお願いします。